時給1,500円デモがバカすぎて笑いものに先日土曜日の新宿で最低賃金を時給1,500円に今すぐ引き上げろという内容のデモが行われましたこちら若者グループのエキタスが主催したようなんですがデモの参加者の大半は反日の労働組合となっておりまして全く若者はおりませんでしたまた今回のデモの影響によって彼らの ツイッターのハッシュタグ、最低賃金を1500円にが炎上しており現在彼らはいろんな批判や抽象であふれかえっていると逆ギレしておりますこのデモを見ましたところ彼らは主張なんてほとんどせずにシールズなどと同じように太鼓などを打ち鳴らして騒音を撒き散らしているだけでしたそもそもなぜ 土曜日の新宿でこのようなデモを起こす暇があるのであればその分ですね少しでも働いた方が彼らの収入になるんじゃないでしょうかそもそもこの最低賃金を1500円にと彼らは主張しておりますけども現在人手不足ということで彼らが主張しなくてもお金がある企業は の昔にバイトもですね、時給円また全国一律で最低賃金を引き上げようとした場合中小企業はこれだけの金額を払うことはできませんので雇う人を減らすか倒産するしかありませんそうなったら意味がないんですよ最低賃金を1500円に引き上げたら多分ですねこのデモに参加しているような方々は 無能だということでどこの企業も雇ってくれなくなるでしょうこの1500円を実現するためには日本の経済をさらに成長させて発展させて大きくするしかないんですけども彼らはそれを求めずに時給だけ1500円に上げろと主張しております本当に最低賃金1500円が実現されたら日本全国で物価が 倍近く上がって結局彼らの生活は何も変わらないんじゃないでしょうかそもそもですねこういった彼らの行動はシールズと同じようにおかしな野党が主導していると見られておりましてこのようなでたらめな主張は日本経済の破綻を狙った反日なんじゃないでしょうか日本全国の企業の採用担当の皆様には バイトなども含めた面接時に、この時給1500円について質問を行っていただき、このような反日団体のシールズもどきが会社に入り込まないように、しっかりと対策を取るようお願いいたします。では以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました